どうした？娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか？そんな子なものですか？探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう？最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。クメという娘を知っておるか？アキュードの娘か？まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは？悪いが知らないね。もしお侍、こちらへ。その娘を知っております。まことか？はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありましたか？そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ？宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ？街道の先の沼中です。沼中の宿、クメがおるはず。
か。あいつか。死んでる。どこにいる。誰かいる。何をやらされた。
人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って奥が立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった、家まで送ろう。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。